ファンプラスミュージックをご覧の皆さん、こんにちは。ラッキーキリマンジャロボーカル熊木きまるです。私たちラッキーキリマンジャロはですね、10月21日に夜とシンセサイザーという新しいシングル作品をリリースいたしました。まあ、今もそうですけど、変わり続ける毎日の中でですね、自分なりの新しい答えをどんどん探していこう、探し続ける皆様のための楽曲でございます。非常にパワフルなシンセサイザーやパーカッションのサウンドをこしらえてますので、ぜひちょっとね、こちらチェックしてもらいたいなと思っております。そしてラッキーキリマンジャロはですね、ツアーをやっています。しかもお客さんを入れたツアーでございます。ラッキーキリマンジャロプレゼンツツアー2020ダンサーズということで、11月13日金曜日、名古屋ジャミンと、で翌日14日は大阪で、梅田クアトロですね。そして、12月11日には東京で恵比寿ザ・ガーデンホールで、ライブを行います。まあ、感染症対策をね、行いながらではございますが、皆様と一緒に対面で一緒に楽しく踊れることを楽しみにしております。チケットや夜とシンセサイザーのですね、作品の情報などはホームページや SNS でチェックできますので、そちら確認してください。そしてファンプラスミュージック恒例マイ検索ワードの時間でございます。僕前回確かオキュラスクエスト、VR のね、デバイスを検索してたと思うんですけど、まだ買っておらずですね、買いたいなと。今ちょうど2出たんで、もう買うしかないだろうっていう空気なんですけど、年末に自分へのプレゼントとして買いたいかなと思っております。で、自分の今回のですね、前検索ワード、僕まあこういう状況で結構もともと自分でご飯作るタイプなんですけど、もうめちゃくちゃうまいペペロンチーノ作ってやろうと、自分で。で、まあちょっとこう結構な頻度でですね、ペペロンチーノ自分で作ってるんですけど、やっぱオリーブオイルが大事だなとなって、オリーブオイルって俺はなんかやっぱこうイタリアからね取り寄せたりとかいろいろあるんですけど、どういうのがいろいろちょっと試してるんですけど、この前検索したら香川県の小豆島ですね、オリーブオイルとても美味しいということで検索したんですよ。香川県、違う、小豆島オリーブオイルかで検索したんですけど、まあのお値段がしたんで、ね、ちょっとこれもちょっと年末自分へのプレゼントとしてちょっとオリーブオイル買おうかなと思っております。そんな感じでラッキーキリマンジャロ熊木の、前検索ワードは小豆島オリーブオイルでございました。ラッキーキリマンジャロの新しい曲、夜とシンセサイザー聴いてください。以上、ラッキーキリマンジャロでした。ありがとうございました。